向こうのチームがね、足速いから。うん。三月の変だね。はい。じゃあ年寄りチーム。はーい。年寄りチーム。はい。拷問室。一人。あと二人ちょっと選ぶ。ダメ、まだ、まだ俺ブレスターもんだよ。じゃあ、火力シャッターで真ん中の通路に通路は火力ある方がいいから。で、向こうの方が初手で全力疾走してこっちの方に突っ込んでくるかもしれないから、それ一番警戒して、で、バー行ってくれる人、バー行く、バー1人、あれ、高崎さんら、あと2人、じゃあ1人2人、じゃあもう1人ちょっとバーに行く人選んで、はい、行く、はい、バー、うん、3人、よし。高崎さんら突っ込まないですか。バー3人で、残りの方でパソコンの方行く。パソコン、うん、パソコンを初手で取ってなるべく押し込む。高崎さんはあれ走らないですか。全員がなるべく押し込む感じでね。ダメですよ、走んなきゃ。ん、全力疾走しなきゃ。おじいさんチームはやっぱり押し込むよ。あれ、三村さんどう、三村さんどうするんですか。え、三村さん、ああ今どういう作戦だったんですか。ちょっと取ろうとしたら取れなかった。とりあえずね、2回みんなに行こうかな、みんなで行こうっていう話になって。やめて、そういうつまらないゲーム。これで、まあ、まあ負けてもいいやみたいなね。まあ、とりあえずもう30回倒してみんな全滅させ、相手を全滅させないのが話だから。まあそうですね、うん、ね、はい、そういう作戦、それでいきましょうっていうの、まあ今聞かれてるからそうやって言ってたけど、ね。うん、大丈夫だそれ。めっちゃ綺麗、作戦なし。とりあえずあそ、あのバーとパソコンだけ押さえて、それで、まあ、あとはリモコードみたいな、そういう感じ、はい、うん、という感じだね。でですね、まあ、下手に作戦考えてね、もう面白くないから、面白くないですか、この骨折やからって面白くないことはないけど、なんかあの頭でっかちになっちゃって、もうガチガチになっちゃって、固まっちゃうから弱いです。面白くない、うん、で、とりあえず柴田を見たら撃とうっていう話になって、ピロッチがいたらとりあえずみんなで撃とうねって言ってやる。帰っていいですか。いいよ。ジーシャさん、ジーシャさん、なんか面白いことやってください。ジーシャさん、面白いことやってください。あの顔映、あの顔映らないようにしてるもんで、ほとんど映ってないっすって。あ、いて。それで面白いことやって無理じゃない。ね、俺はもうこれが、これ自体が面白いからいいんだけど。いや。いやってない。いやいや、いいか。